皆さんこんにちは、ダイダラです。ペーパーマリオ RPG クリア後です。で、さあ前回ね、ラスボスを倒してピーチ姫を救いました。その後の世界からどうなっていくんでしょうか。ボス倒す前になってるのかな、マリオだったら。それでは始まり始まり。あれ、帰ってきたけど、なんで見送った後だよな、これ。ごめん、忘れ物しちゃった。旦那も物好きでやんすね。もう殺す気だもんや、もう一度来ようなんて。まあこんな可愛いクリボーさんと待ち合わせてるなら、それもうなずけやすがね。くれぐれも用心してください。あら、マリオまた来たんだね。みんないるじゃん、コルテスも。お久しぶりマリオ、あなたとまた会えて嬉しいわ。みんなも準備バッチリよ。あなたが来るって聞いてずっと待ってたんだから、さあ行きましょう。どこまであなたの望むとこへ。嬉しい、みんな来てくれたよここに。ねえ、コルテスはあれ見送りに来たわけじゃなかったんだな。なるほど、何か事情を抱えてる人はゴロスキタウンの東エリアによるお悩みセンターに大出すね。いろいろあるわね。あたいもみんなの役に来てたらいいけど。大丈夫だよ。ねえ、今まで集めた情報は旅の記録で確認できるわよ。オッケー。なんか変わったんかな、会話。みんなこんにちは。太陽が戻ってきた。あんたが助けてくれたんだら嬉しいよ、嬉しいぜ。生きてみるもんだ、信じてみるもんだぞ。この間空が急に暗くなかった。でもなんでもなかった。いや、とんでもなかったよね。暗くなった空が晴れ上がって、よどんだ海も穏やかになった。こりゃ我慢できねえ、公開出るぞ。頑張れよ。マリオさんがこの世界救ってくれたんですね。お兄さんにマリオさんの爪の赤煎じで飲ませてやりたいですよ。爪の赤を煎じで飲ませたってもうないよ、今時言わないよな。だって、この街の近くに影の城が眠ってた。え、倒した。あんたね、いい加減嘘はやめなさいよ。マリオやぞ俺は。なあ旦那、いつかあのすごい船乗せてくれよ。いや、怖いよあの船。ハロー、元気してた。あー、マリオさんこんにちは。日記を見に来たんですか。いや、もう読まん。読んだ。本で出せ、本で。よし、さて、じゃあとりあえず何しよう。一番くじからやりに行くか。マリオ一番くじ、なんか当たる気配がする言われてから結構長い間ほったらかしにしてたんだけど。クロムで、メールは文字なんだから喋れるんだ。ボム、ハニヤメもらって声が出るようになったから嬉しくて大声出したから、また喉を痛めて声が出なくなった。ボム、安静にしてるんだ。ボム、サヘル村は何もないけど雪だけはある。ボム、そうだマリオさん、ボム雪合戦に参加する。ボム、ボム雪合戦は雪の中にボム兵が入ってるが、当たるが爆発する、とっても危険でスリリングな遊びなんだ。ボム、やだよ。あ、でも危ないからボム雪合戦は禁止になったんだ。ボム、残念。ボム、まあ、では遊び、また遊びに来る。ボム、依頼で達成した人からですね。クロムさん、なんか新しいの増えてる？増えてないね、新しいの。でもロイヤルゼリーとか売ってるんだね、ちゃんと。なんか変わった会話。クンクンクンだ、もう言わねえよ。いい時代が来たな。なんか知らないが、お前さんに感謝した気持ちでいっぱいだ。ありがとうございます。ゴロツキタウン、光失われしてき、ヒゲの勇者現れ、現れん、新しきゴロツキタウン伝説なり。出ました、ヒゲの勇者。スーパールイージ全5巻大好評発売中、キノキのブラザーズを見せこうだ。緑のヒゲ男爵ってなんだあれ。間違ってルイージが勇者になっちゃうんじゃない、やっぱ。スーパールイージはちょっと後で海に行こうか。結末どうなったのか。ね。エクレア姫の話とかどうなったのか気になるもんね、本当。はい。では、一番くじお願いします。今日は？ドゥ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 ン。全然ダメだよ。外れボム、毎日あるから来てほしい。ボム、ありがとうございます。明日も来るボム。なんか当たる、そろそろ当たる気配がするボムとか言ってたけど、あれってそう言ってた翌日にやんなきゃいけなかったんだな。もう裏ダンジョンいたからダメだったわ。悪い、また当たんない日々が続くのかもしれない俺たちは。ねえ、悲しくなってきた。俺、私の趣味はお芝居に行くことよっていう。マダムクラウダがステージにカムワックしたと思ったら、最近また舞台から去ったのよ。ファンとしてはやりきれないわ。ごめんクラウダです。いますよクラウダさん。キャー、クラウダに会えるなんて。ペッパーマリオ最高傑作です。私前回は見ます。前回見たら飽きるだろう。この金持ちきのこのこが気になってね。どうした、最近どうよ。ペッパーマリオっていう小説を映画にしたいっていう人がいてね、その人から協力してほしいって言われたんだよ。僕もその小説読んだけど、とっても面白かった、感動した。
これこそが使い切れないお金の有効な使い方だと思った。僕もそろそろベッドから降りる時が来たかも。またマリオが一人世界を一人ね、いい人を救ってしまったね。でか、あのギャンブルで家庭崩壊した人の家どうなった？うちの家族は今はとっても仲良し。あ、よかった、なんか仲良くなってる、いつの間にか。奥さん帰ってきたん、ギャンブルやめて。あなたの冒険を書き上げてヒントに書き上げた小説が大ヒットして先日お芝居になったんですよ。感謝の気持ちを込めてタイトルはペーパーマリオにさせていただきましたよ。なるほどね。でそれで映像化したいから横の金持ちが動き、で舞台では倉田さんが動き、マリオが世界を作ってるぜ今。やっぱマリオよ。こんにちは、最近家族みんなで旅行行ってきたの。やっぱいいわね、みんなで一緒に過ごすのって。この場所でランキング見るのはやめられないけどね、家族で一緒にいる時間増やさなきゃ。よかった、家族で仲良くするってことに目覚めてくれて俺は嬉しいよなあ。嬉しいかおめえも。昨日弟と一緒にサッカーしたんだ、楽しかった。あいつ筋がいいんだよ。明日も一緒に遊ぶんだけど楽しみだ。よかった、家族仲良くなってんだ。あー今日もゴムヘクジ外れだったぜ。ねえ当たらない。テント張って住んだ方がいいかも。俺は当たんないもん、ほんと。くじ。ハロー。癒される。大丈夫か、お前。一日中空見て花畑にいて。病んでるな、あいつ。でも、みんな会話が終わってるね。この前、カードで行かせましたやつを探してたんだよ。でも、もうそいつ探すのやめた。やめたんだ。世界が滅ぶかもしれなかった時に、そんなやつを必死に探す自分がバカらしくなってな。許すことにしたよ。よかったな、ほんま。俺がお小遣いあげよう。1コインな。何も知らないようだから教えてやるが、このゴロスキャウにはな、世界が闇に覆われたのを救ったマリオって男がいいんだよ。え、あんたがマリオ？噂は本当か。マリオです。どうも。なんかいい仕事ないから楽して儲かるやつだよ。なあ、分かってるかな、楽なんかしたら仕事ないよな。頑張って、汗水流して、真面目に働くつもりで、楽して儲かるような仕事探せよ。いいことや。大変だからな、仕事ってのは。よし。マルコとかも元気してた。俺の爆発を使うまではなく事態を収まった。空が闇に覆われた時、俺はそうしたことがビビって爆発するとこだったぜ。あの喋りかけになって前言ってたけど、もう恋なんかするものか。世界が平和ならいいじゃないか。やっぱり失恋しとるやないか。マルコ元気？いやマリオくん元気かね。私かね、ゴロスちゃん2番目のお金持ちだったよ。君との後悔で髪が潰れたからね、冒険を後悔しているわけじゃないんだ。よかったよかった、変わってなかった。マルコは何も。ごゆっくり。戦いに疲れた戦士が言わせるマスタービーのお店です。キノジーいる？上にもういなくなったんかな。あ、ルイジがいる。このとこにキノジーじゃなくてね。ルイジ元気してた。今僕は、ここでこれまでの冒険の思い出に浸ってたんだよ。その時の僕の話聞きたいかい？お願いします。あ、新しいの増えてんじゃん。スーパールイジベストセラー。実は僕の冒険を本にしたいっていう人がいて、ずっと取材を受けてたんだ。冒険の途中でこの宿屋でも取材を受けたことがあるんだよ。僕の話を本にしてもだんだん誰も読まないと思ったけどね。なんと発売された僕の本スーパールイジはゴロツキブックランキングで連続1位獲得のベストセラーを記録しちゃったんだ。儲かっとんなお前。もう似てるけどマリオ。嬉しいな。僕もこの前読んでみたけど、熱い冒険の数々がノンフィクションで細かいところまで記されていて、まさに冒険のドキュメントって感じの内容だったよ。ゴロスキャンのショップに売ってるから、ぜひ兄さんも買って読んでほしいな。売ってくれよ俺に。ルイジよかったな。でもほんと本が売れて。マリオの弟にインティエルじゃなくてそっくりじゃなくてルイジ。今ルイジが何してるか話聞いたらわかるわよ。やだ。やだじゃない。いや大丈夫です。雨漏りいつ直すのこれ。ルイジに直してもらいなよ。ここまで雨漏りしてるんだから。雨降ってねえのになんで漏れてんだよ。あと怖いな、怪奇現象じゃねえか。飲んで店長連れてきたよ。元気してた？いらっしゃいませー。ねえ、バッチ屋についておすすめバッチです、買ってください。いえ、よし、ちょっとバッチ見るか。もうお金あるからね、全部買っとこうかな。今後金必要になることあったらどうしよう。ねえ、まあ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 大丈夫やろ。金なんかすぐ貯まるよ、知らんけど。2000円あるもんな、今だって。お金持ちすぎるだろ、俺。
この中もなんか貼っとく難しくなる簡単なる欲しいのもないんだよなあまり。ファイヤー殴り混乱殴りとかで全部買います。これ入るか知らんけど金よ、なんとか足りそうだけど貯金なくなっちゃったマリオ。マリオごめん貧乏なっちった俺たち。すまんマリオ、金が金がないよマリオ。ないよ売ってるもんねえ、何も並んでないよ。おいちゃんと売ってくれもの。閉店してるじゃねえかこの店も。何も売ってなくてよ。もう一回入ってみよう。ダメだ、何も売ってないダメだ。ちょバッチやちょっとしっかりしてくれよほんと。ねえスーパールイージ買う金あるっけ、大丈夫かな。え足りない、嘘だろ。ルイージの本買えなくなっちゃった。これウルトラキノコ1個売ろうかな。ウルトラキノコ、ウルウルキノコしようかな。ロイヤルゼリー、ロイヤルゼリーとか使わんかな。しなびたキノコも売っとこう。しなびてるしね。ボス戦で結構消費したな。よし、またあれじゃん、この眠れよい子よ稼ぎしなくあかんかもしれん。映画化決定してるんだスーパールイージ。やばすぎるでしょ。読むか、スーパールイージ大事なもの第5巻です。スーパールイージ第5章旅の終わり。ルイージはついにクリキングがいるヘイソングタワーにたどり着きました。これが最後の戦いです。仲間たちがルイージへ声をかけます。絶対勝てるさ。ルイージは仲間たちと勇気を胸に戦い、とうとうクリキングを追い詰めました。しかしその時ね、やめてその人は。振り返るとそこにはエクレア姫が。エクレア姫は全ての真実をルイージへ告げました。なんとクリキングは謀反を企むクレープ大臣の魔法で怪物にされたエクレア姫の恋人だというのです。え、ルイージ失恋しちゃった。そこへクレープが現れました。さあ羅針盤をこちらへよこすのだ。羅針盤の力で再び我がロルチ帝国が世界を支配する。真の敵クレープの強大な力にルイージたちは全くかないません。え、どうしよう。しかしエクレア姫のティアラに隠された羅針盤の最後のパーツが光り輝き、ああ最後のパーツ、ルイージに奇跡の力を与えました。ルイージは未来を見ることでクレープの行動を読み切ると必殺のハンマーで倒しました。ルイージかっけえじゃん。これで本当に全て終わったのです。ルイージは仲間たちと別れワッフル王国を後にしました。ルイージは少し寂しそうでした。羅針盤の力でもう少しだけ先の未来を見たからです。それはワッフル王国のお祭りの日、エクレア姫の結婚式が行われていました。エクレア姫の隣には、ルイージがなわけないか、悲しいな。ルイージは懐かしい我が家に帰ってきました。お兄さんの残した書き置きも読みかけの本もそのままでしたね。寂しい終わりやね物語の。ルイージは読みかけの本を手に取ってしおりが挟んであるページを開き続きを読もうとしましたが疲れていたのでしょう、すぐに眠ってしまいました。夢を見ました。頼もしい仲間たちに大好きなエクレア姫、みんな笑顔で、みんな笑顔です。ルイージは夢の中でつぶやきました。また冒険がしたいな。おしまい。ええー、話やった。ルイージもなんか頑張ってたんだな。なんか最後さ、ルイージが物語の語ってくれなかったじゃんね。えエクレア姫救って世界は終わりって言ったけど、そんなことあったんだなルイージ。でルイージも失恋してたんだな。ルイージが毎回毎回エクレア姫の声を聞いてさ、エクレア姫の対する思いを募らせていたのに。俺は悲しいよ本当。ルイージ頑張ったんだよな。毎回話に出ててごめんな。ハロー。ルイちゃんしてるか、世界で終わりやってきたんだから、誰かがそのピンチを世界を救ってくれたって話だ。杉安がいたもんだ。俺だ。ねえ、フランクリ先生。最後何ゲットしたの宝箱。ねこれ。プチバリアンド X! 来た。ありがとうございます。取ってなかったみたいです。よー、元気そうだな。わしも相変わらず元気バリバリに研究しておるよ。おいえ、うん、ちなみにこの間拾った宝箱の中身は何だと思う？現金。実はな、
近海の山しなびたキノコだったのだ。なんだと売ったわ今日さっき。がっかりすることはない。これで千年前の者たちの、食べキノコを千年前の者たちもキノコを食べてたことが分かったのだ。これぞ考古学上大いなる発見というものだよ。なんだしょうもないな。わしはしばらくこの町で研究しようと思ってるんだ。気が向いた時に立ち寄ってくれたまえ。フランクリン先生もお世話になりました。よかった、いい人だったわ。元気してた最近。いやいや、バトルの達人ねえ、ちょっと秘訣、もう世界救った男が秘訣聞こうかな。なんかある？もうないだろ聞くこと。これも実は全部聞いた。偉いな。やっぱバトルの秘訣聞いてたから世界を救うことができたんだよ俺は。さあこんにちは。スネイルよりもモンテオニオにピードンよりもあんたが一番すごい男さ。この一番すごい男に会ったことある俺は幸せなんだよ。クリア後みんな話変わってるからおもろいな。こんな俺でも空が真っ暗だった時に世界が無事でありますようにって祈ったんだよ。そうしたら晴れって言ったんだ。俺が祈ったおかげとは言わねえけどよ。よかったよ、泥棒やめて真面目に生きる。そうしろ。みんなの祈りの声聞こえたもんね、ラストダンジョンで。ほんと懐かしいぜ。はい、というわけで依頼が来ました。依頼増えたんかな。増えとる。敵を退治して仲直りのお手伝い、落書き消してきて、なんかいろいろ増えたな。俺コナリキンが結構好きだからコナリキンの依頼を受けてやろう。ママと喧嘩したので仲直りの手伝いしてください。ピカリヒルズにある神殿の近くで待ってます。で受けましょう。コナリキンちゃん、車掌のサインをね受け取ってあげた、あのちっちゃい子供のボム兵ですね。この人たちも会話変わってんかな。毎日同じところを散歩して飽きないのって、あ、これいつもと変わらないかな。ねえ、なんだこいつ。ポエム言うな、ポエム。レサレサいる。え、いやーこんにちは。ちょっと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 、え、なんでいるのレサレサ、久しぶりじゃん。羊の人もレサレサお嬢様、お美しゅうございます。立派に成長されまして、ご先祖に鼻が高いですぞ。ちょっとちょっとちょっと、レサレサっていうのは前作マリオストーリーのあのアイドルです。ヒロインです。セバスちゃんよ。レサレサの羊らしいわ。羊って何するのか知りたいけどね。レサレサしか見てないようだから話聞くのは無理。久しぶり。あら、あなたマリオではありませんこと、お久しぶりですわね。私今日は羊のセバスちゃんとはるばるピカリー神殿まで観光に来ましたの。久々に屋敷を出ましたの。ねえ、これが 道行く男どもが振り返る振り返る。まあレサレサ可愛いからな。まあ当然ですわね。マリオの私の美しさに見とれてよろしいですわよ。ねえ、元気してた？レサレサよ。ちょっとマリオ、この女とどういう関係？いや、違うんだクリスチーヌ。ねえ、昔の冗談よ、このセリフ言ってみたかっただけよ。確かマイリー、マリオが一緒に冒険した頃の仲間よね。その子の話、今度聞かせてほしいな。ねえ、いやなんか懐かしい。みんないるのかな、ここ来たら。各地にいないかな、マリオストーリーのキャラクターたちとか。他のキャラみんな変わってないよね。ピカリ神殿では有名な建物、飾られてる絵だけなく外観が美しい。毎日眺められてる私は幸せ者ですよ。毎日見てんだ。あのペンギンくんいるかな。もうルイジじゃないって気づいたよ、そろそろ。いた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 。ハローハローハロー、ルイジくん。いやマリオくん、ご機嫌いかがかな。やっと名前気づいた。ねえ、一緒だとわんよ。ね、すごいな、こいつ。やっと気づいて、やっと訂正できたね。気まずそうだもんな、だいぶ。あ、ちょっとちょっと、こんなで聞いた。こんなとこに。待ってたんだよ、おじいさん。僕ね、ママと喧嘩しちゃったんだけど、仲直りしたい。それでママに手紙を添えてプレゼントしようと思ってんだ。何あげたかわかんないんだよ。蜜に絞ったんだけど、どれがいい？え？あっち行け、シッシッとか最悪やん。ケーキあげよ、ママには。ケーキだよ。キノケーキでいい？いいよ、全然。キノコケーキ。おじさんが選ぶんだから間違いないよ。じゃあママにプレゼントするから持ってきて。おい、ふざけんなよ！ピカリフリーズに売ってないもん。じゃあ作ってきてやるか。まあ、コナリキンにはだいぶお世話になったからな。多分だけど必要なのってお菓子の素だよね。お菓子の素とキノコだと思うんだけど、作るの、作り方ね。はい、こんにちは。お菓子の素って、ここだよね。世界を救ったマリオさんも息抜きが必要よーって。ありがとう。あ、増えてんだった、そういや、これ。自信アタック、コインコイン。これ、買いたいんだけどなー、いろいろと。ねえ、
ここのメダル集めるの大変なんだよな、ほんと。みんなどうやって増やしてる、ここのコイン。めっちゃ増やしたいんだけど。久しぶり。おう、おめえか。この前、空が真っ暗だったのが何もなかったみてえだな。あんな空じゃここも商売上がったりだ。お天道様に感謝だぜ。俺のおかげやで。元気してた？昨日じいとどうだった？仲良くなってる？ねえ、昨日じい帰っちゃったけど。お料理してあげようか。お願いします。多分、キノコとお菓子の元で作れると思う。違うもんできたらどうしよう。ねえ、キノコマフィンとかできたらどうしよう。さすがにキノコケーキじゃないのかな、お菓子の音入れてるから。え、なんか違うもんできて、そっからなんか別の組み合わせのかな。生クリームとかミルクとかないっけよね、このゲーム。多分大丈夫だと思うんだけど、めっちゃなんか炒めてるけど大丈夫？キノコ炒め砂糖あえよとか言われない？何くれる？ほい、頼む。あ、キノコケーキよかった。結構回復するな、重々。よし、こなり金ちゃん持ってきたら作りたてほやほやよ、これ。はい、100コインね。うん。今お金ないから100コインね、これ。高いよ。はい、お小遣い。わあ、キノコケーキだ、ありがとうおじさん。じゃあこれに手紙を添えてっと。できた。でもママに渡す勇気ないよ、ママ怒ってたからな。おじさん渡してきてよ。いや、こういうのはこの自分で渡すんやぞ。プレゼント、シルビアへ届けるよ。ホナリキンから依頼された。まあ、渡してきてやるよ。ママ気に入ってくれるかな。仲直りできなかったらどうしよう。不安になってきたよ。一緒に行こうよ。ねえ、おじさんがついててやるよ。おじさんが。誰がおじさんや。いたいた、パパさんもいるじゃん。最近ママとコナリキンが大喧嘩してしまってね。コナリキンがもう反抗期とは。パパはちょっぴり寂しいぞ。だって。あるよ、プレゼント。こんにちは、ゴンタレスさん。あたくしなんか用様すっか。ほら、プレゼントです。奥さんあなたへ。こなりきんちゃんから手紙入ってるざます。僕の大好きなママへ。この前お勉強サボってごめんなさい。これからはちゃんと勉強してパパのような立派なボムヘになれるよう頑張るよ。そしたらママにうーんと美味しいご飯や、うーんと立派なお屋敷や、うーんと素敵な帽子プレゼントするよ。だから僕のこと嫌いにならないでね、こなりきんより。めっちゃええ子や。ちょっと失礼。あ、行っちゃった。うーん、ママは感動したざます。見られたくないよな。ズビーズパパパパパパピー。めっちゃ鼻かんどるやん。大丈夫？何も見てないよ、マリオは紳士だから。うん。この目にはまた涙は起きなさらず、ゴンタレスさん。それより、コナリキンちゃんに伝えてほしいことあるざます。ママは怒ってないざます。ただ、コナリキンちゃんの将来を思ってわざと冷たい態度取ったざます。それがコナリキンちゃんを悲しませることになってしまった。だってママこと気がつかなくてごめんざます。ゴンタレスちゃん、コナリキンちゃんにママのところ早く帰ってきてと伝えてください。任しといて。よかったな。ねえ、コナリキン立派なボム兵なりそうだな、あの子。ほら、伝えてきたよ。早く帰りな。ねえおじさん、どうだった？ママプレゼント喜んでくれた？おいえーい。おー、怒ってないんだわ。よかった。みんなおじさんのおかげだ。僕パパの次におじさんのこと尊敬してるよ。ありがとう。一番にして。一等依頼のお礼は僕の全財産あげるよ。え、僕コインはこれポチしか持ってない。え、何百コイン持ってる君。え、おい、ふざけんなよ。金持ち、金返せ。くっそ。まあいいや、あの笑顔が依頼料ってことでな。レサ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 、かわいいな。どう、仲良くなってる？ここは列車の模型売ってないんだって。あら、会話が元通りになっちゃったな。ねえ。なんか前すごくね、家族一家で仲良くしてたのに。ここがボム兵たちのお家なんかな。はい、というわけで今回ここまでにしましょうか。で、まあ、クリア後の世界ね、前回俺やった時はね、クリア後の世界全然やってなくて、だから今回すごい新鮮な気持ちでみんなの会話聞いております。今後クリア後とりあえず依頼全完了を目指していくのと、星のかけらも全部集めたいよねってところで、ちょっとやれることいっぱいあると思いますので、しっかりとこなしていきましょう。はい、それではご視聴いただきましてありがとうございました。ライダラでした。また見てね。おつぽいよ。